し。何？俺はスポーツをするために剣道部に入ったんだ。こんな封建的な制裁がなんで鍛錬なんだ。対物すりゃいいんだろ。もう文句を言われる義理はねえぞ。旗取ると対等だ。この野郎、よし、村田、こうなったら何もかもしゃべってやるぞ。俺と身分が喧嘩したわけ教えてやら。よせ、身分。あんたはね、みんなから尊敬されているつもりかもしれないけど、尊敬しているのは身分一人ぐらいのもんだ。加賀さんだって陰でどんなこと言ってるか。あんたって人は正義の神みたいな顔してるけど、本当は縁を気取ってるだけだって。みんな腹の中じゃ加賀さんと同じさ。か、悪口じゃない。批判をしただけだ。卑怯だ加賀さん。この前麻雀の時。違う。相手が誰だろうと批判をする自由はあるからな。言いたいことはそれだけか。届けは明日出します。待て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 待